はい、こんにちは、僕です。旧約女神転戦やっていきましょう。前回突然ね、大幅な戦力ダウンが入ったんですけど、さすがにね、ちょっとしんどくてすごい戦いづらかったので、ユミコのレベルを上げたのと、装備もね一通り揃えました。で、お金も貯めたりしながら新しい悪魔をね作ったりしていました。今のところ一番使える強い悪魔がね、このコアトリクエ。この子のおかげでなんとか戦えてるという感じですかね。なんかね、すごい強い悪魔っていうのが全然できないんですよね。なんか同じぐらいの強さの悪魔がたくさんいるんですよね。なんか新しい悪魔できたと思ったら、なんか今いる悪魔と大して強さ変わらないみたいなことが多くて、なかなかね、強力な悪魔ができないんですよね。そんな感じで、一通りね、戦力も整いましたんで、やっていきましょう。でね、特に次どこに向かうみたいな話はやっぱりないんだよね。多分ここじゃないかなと思ってるんだけど、ここが何なのかわかんないんだよな。待って、こいつ仲間に入るかな？新月？あ、ダメだ。新月なら、交渉できるかなと思ったけど、ダメなんだ。いや、どうやってね、そのコアトリクエを作ったのか覚えてなくて、録画してなかったんでね、どの悪魔とどの悪魔を合体させて作ったのか、思い出せないんだよな。ちょっとね、ここが何なのかわかんないんですけど、ここの探索をしていきましょう。固有名詞が欲しいよな。ここが何なのか。イグジット？あれ、出口があるよ。あ、上に繋がってるんだ。え、そこに街があるよ。待って。ここなんだ？あ、渋谷だ。あ、ここ渋谷なんだ。今度はなんだ？何なんだ、ここ。名を名乗れじゃないけど。地名がわかんないとさ。ここより先は、バラム様の神殿となっております。バラム様よりありがたいお言葉をいただけます。その前に、感謝の気持ちとして300マッカだけいただきたいのです。300マッカって結構でかいんだよな。行ってみますか。それではどうぞこちらへ。バラム様のお話は、あなたたちを幸せに導いてくださることでしょう。それってもしかしてメシア教かな？メシア教の人かな？あなたもバラム様のお話をお聞きになりました。ほんと素晴らしいのよ。いや、まだこれからなんだけど。いや、なんだ。そこら中に同じ人がいるよ。同じ人が、そこら中にいる。一歩歩くごとにエンカウントするんだけど、なんだよ、こいつら。え、悪魔じゃん。我が言葉こそ真実なり、信じて疑うことなかれ。さあ、我に従うのだ。ありがたさのかけらもね。ペペジ、え？ペペ島は、バラムの言葉に心を動かされ、思わず拝んでしまった。え、なんで？まあ、弱いな、心が。ありがたいお言葉なの、これが。ダメだ、何度入っても拝んでしまいますね。え、バラム様って何なんだ？いや、どう見ても悪魔だよね。悪魔出てくるし、ここ、ゴールドスライムか。ペペ島のレベルが上がりましたね。力じゃない。強さが30まで来ましたね。これやっぱり35でカンストなのかな。いかがでした？いかがでした？いや、あれ。あれに300マッカかかってんだよ。何？え、マニ？他にもいるの？どんだけいいんだよ。バラム信者。メシア教とはまた違うのかな。やたらお金を無駄にする機会が多いですよね。腐った男。ゾンビだ。旦那、飲ましてくださいよ。マジカルフィズでいいですよ。酒飲めば体が腐るのが止まるんですよ。治るわけじゃないんだ。飲ませよう。いやー、あんたらいい人だ。三遍左に回ってワン。ハチ公と一緒にやってみそう。え？三遍左に回ってワン。ハチ公と一緒に？なんだろう、覚えとこうか。ほれ、回ってワン。ひゃひゃひゃ。店の女の子、この近くのインテリジェントビルに近づいちゃダメよ。ホストコンピューターの AI が暴走していて、防御システムが無差別攻撃してくるの。
なんか危ない場所だな。なんとか見る？これちゃんと地名出てくれるんだろうな。あれ、上り階段がある。上り階段がある。この建物何なんだ？え、モーニングスターを手に入れた。強いのかな？青銅の剣とどっちが強いのかな？変わんないな。変わんないや。ユニコーンは装備できないのか。効果を確認する方法ってないんだろうな。アイテムを表、あった。待って、アイテムを表示なんて前からあった。確認できるんだ。攻撃力3で、回数1から2。いや、全然モーニングスターの方が強いじゃん。青銅の剣、いらないな、もう。これで、ペペ島がさらに強くなったぞ。宝箱だ、開けましょう。アナミラン。アナミラン？何それ？なんか怪しい薬？怪しい薬なんじゃないか。あ、ここね、確認できるかな。ペットラノンの原料。原料ってなんだ？え、待って、ラグの店でアイテムと交換できる。ラグの店ってあるの？本作2でも。あ、こいつだ、思い出した。こいつ仲間に入れよう。ブッカブーね。なんかなかなか出てこない悪魔だな。確かこいつを使ってね、コアトニックエを作ったと思うんだよな。だからちょっとね、さらにもう一体ぐらい強そうな悪魔作れたらいいなと思ってたんだけど。ある悪魔には効き目の高い魔法も、あれそれ聞いたな。同じことを喋る異なる NPC が結構いますね。バラム様を倒すつもり、単刀直入に来ましたね。の、そんな気がしただけよ。ほんとかよ、ちょっとイエスってやってみたいな。サイコロを振ってみなさい。そして、出た目と裏になった目を足しなさい。あなたの知力がその数以上じゃないと勝てないわ。サイコロを振って、出た目の表と裏って足したら必ず7になるんですよね。え、そんだけで勝てるの？知力が7あれば勝てるの。あ、知力が足りないから拝まさせられるってこと？知力上げなきゃいけないの。いや、なんかやだな。レベル、そんな感じ？本当かな？ちょっとわかんないからな。試しに知力上げてみますか。まあ、無駄にはならないでしょ。ユミコはね、ガンガン知力上げてるから、問題ないと思うんだけど、ユミコじゃダメかな。この町はバラム様に守られています。悪魔と人との調和をあなたはここで見出すでしょう。あ、悪魔と人、調和って。え、アメジストがある。持ってきましょうか。これまたラグの店で交換できるのかな？いや、悪魔と人間と悪魔の調和って、すげえ襲いかかってくるけど。一通りね、じゃあ1階の探索終わりましたんで、2階に上がっていきましょうか。2階に上がって、何階まであるんですかね。何の建物かもわからないからな。そこの若い娘さん、おじさんの頼みを聞いておくれよ。ちょっとでいいから、肩揉んでくれない。大丈夫か？イエス。ほっほっほ、こりゃグレートだでよ。よっしゃ。お小遣いと言っちゃなんだか、こいつをあげよう。あ、え、水の割り符を手に入れた。こんなところで。なんでこのおじいさんが持っているの？そんな自由なアイテム、こんな急に手に入るんですか？ジャンクショップね。なんだ、客かって。誰を待ってるんですかね。牛蜜人形、ムドーンと同じ威力。魔法石売ってるけど、まあいいか、いらないんじゃない？わかんないけどね。あ、ありました、ラグズショップ。え、ラグがいた。今、キャンペーン中だよ。あんたたちの持ってる、そのメンバーズカードと景品を交換してあげよう。あー、そういうことなんですね。あのね、あの、1の時にメンバーズカードもらいましたよね、キャンペーン中だよって。次は50年後だよって言ってましたね。今が50年後なんですね。イエス。景品はヘイズルーン。一口飲めば力が蘇る。
そりゃもういいお酒だよ。やっちまうのが惜しいくらいだ。ヘイズルーン？何それ。ヘイズルーン、デッド以外のすべてを回復。一回きりなのかな、使えるのは。待って、アメジストと交換できるのかな。おやおや、あんたたちの懐から宝石のいい匂いがするな。わしはそいつに目がなくってね。交換しましょう。うちで扱う宝石は3種類だけだよ。アメジストを出す。じゃあわしはこいつらを出そう。悪魔の缶詰なんか重要そうなアイテムじゃないな。じゃあね、アクアマリンは。ペトラの非常口。雷起こし。ペトラのかな。いや、そんなに高価なものと交換できないんですね。ペトラのなんて売ってるからね。宝箱だ。何が入ってる？ファルコンアイズ。いや、待って、もう何なのかわかんないアイテムがどんどん出てくんな。何ファルコンアイズ。あ、顔の防御。あ、顔の防御ですね。顔の防御って初めてだな。ファルコンアイズ。伸びしておこう。うん、ペペ島がね。じゃあね、2階はこれで終わりですね。この建物は以上でした。なので、ちょっとね、ペペ島の知力を、あと2位上げたら、もう1回来てみますか、ここは。バラン様。他の建物は、ここはジャンクショップかな。どこ行ってもなんだ客かって言われる。これさっきのお店と同じだな、ラインナップが。なんで2箇所あるんだ。あれ待って、これが8校なんじゃない？左に3階間。あたりの様子が変だ。空気の流れが変わったようだ。待って。まだ一周もしてないよ。なんなの？何が起こったんだ？ああ、君にあの力があれば、この剣を抜いてもらえるのに。誰？何？誰？ラミア？おっぱいがありますよね。剣で刺されてる地面に。君にあの力があれば。あの力ってなんだ？もうちょっとなんかないっすかね、具体性というか。あれ待って、これどうやって帰ればいいんだ。これまた左に回ればいいのかな。そういうわけじゃないの。ここ何？いや、他行ける場所ないんだけど。待って、帰れない。いや、ちょっとよくわかんないな。あたりの様子が変だ。空気の流れが変わった。何が？行くときは左に、左半時計回り。今、半時計回りに回ったのかな？やばいな。なんかいろいろあるな。警告、警告。ID カードを知らない者は、これ以上進めない。知らない者は知ってれば進めるの。ID カードが、ID カード知らないから通れないですね。じゃあ渋谷はそんな感じでしたね。ここのね、ここなんて呼べばいいのかがわかんないんだよな。うん、ここはね、まだ未探索なので、この奥行ってみようか。あ、宝箱があるだけだな。あ、ミアレの鈴。待って、ミアレの鈴ってなんだっけな。それって、リカームと同じ効果。あ、ですね。死人を生き返らせる。じゃあ強さの子を使っちゃおうかな。ペペ島にね、強さが1上がった。残しててもしょうがないでしょ。じゃあここはそれだけですね。どうしよう。渋谷のさらに北、新宿の方に行けばいいのかな。いや、行けないけど。行けないよね。じゃあレベルを上げて、バラム様を何とかしないといけないってことかな。レベル上げなきゃいけないってこと？ちょっと待って、あのね、この辺回復がないから、一旦帰りたいな。ユミコの MP 回復したいんだよな。と、どれぐらいでレベル上がる？ 954 だからな。少しかかりますね。一回帰りましょうか、東京タワーに。おう。あ、ま
待って、ケルピーだってこいつ仲間になるかな。もうこれ以上仲間は増やせない。あ、そっか。そっか、そうだった。増やしたんだった。仲間を合成するのも含めて一回やっぱり帰る必要がありますね。うん、つってもすぐそこなんだよな。あっちゅう間に帰ってこれましたわ。あ、でね、ワンのセーブデータ消しちゃいましたね。ヒロムと別れたのがね、ちょっと心配だったので、ヒロムと別れる前のセーブデータをね、残しております。しばらく残しておこうかなと思って。そんで何かできないかな、新しい悪魔。できれば強いの。ゲンマ A は、力が弱いな。速さ、スピードがあるけどな。聖獣ゲンブ。顔怖。いや、強いな、ゲンブ。ああ、ゲンブでいいんじゃない？ハマオン、テトナジャ。殴るの強いかな？いや、見た目怖いけど。めちゃくちゃ見た目怖い。人面ゲンブですよ。ああ、ゲンブとウコバチで増長点も作れますね。視力高いな。ディアハンとタルカジャ持ってる。いや、これ、欲しいな。いや、ただ戦力二人分、こいつに当てる増長点、鬼神増長点。うわ、これは、ちょっと悩ましいな。すごい悩ましいな。どうしようかな、ウコバチ。ウコバチはそこまで強い悪魔じゃないから、消してしまってもいいっちゃいいんだけど。うわ、どうしよう。これすごい悩むな。いや、もう一発ゲンブを作り直せればいいんだよな。さっきの悪魔なかなかね、出てこないんですよね。いや、でも増長点、これちょっと魅力高いですね。両方欲しいよな。ゲンブと増長点、両方欲しいな。いや、それであれば増長点作っておいて、チャンスがあればゲンブも作るっていう風に考えた方がいいですかね。いいですかねとか言いながら、合体始めてるんだけど。うん。心臓頂点、今後ともよろしく。とりあえずこのメンバーでやっていきましょうか。いやー、今のゲームね、HP が100超えだったから、ちょっとね、魅力的だったんですけどね。そろそろいい加減ドワーフがね、戦力的に厳しいかなという感じなんだよな。で、ごめんなさい、今合体しながらね、ふと思ったんですけど、水の護符を手に入れましたよね。だから、無理にレベル上げを、ちょっと今この辺録画外でね、レベル上げしながら、仲間のストックをね、確保しておこうかなとも思ったんですけど、水の護符が使えると思うんで、そっち進んでいけるんじゃないかな。ここが渡してもらえるんじゃないかな。大した距離じゃないんだけどな、ここ何ですかね？この街しかないぞ。銀座だ。銀座にやってきましたよ。建物がたくさんあるのと、これ多分地下鉄なんでしょうね、これおそらくね。この建物は何？救世主よ、お主たちが通らねばならぬ試練がある。実はここ、銀座の地下に、怪獣バジリスクが住み着いてしまった。それを倒してくるのだ。こんな一方的に要件、こんな一方的に要件言われるの。地下だから多分その地下鉄に行くんだろうな。で、建物が、なんだ逆か。どこ行っても還元されてない。あー、ちょっと待って。パラダノン買っちゃおうかなって今聞くと思ったんですけど。同時に、ちょっとどこかに武器防具屋ないかな。なんでもザラタンって島には変な力を持ったじいさんがいるらしいぜ。わかんないな。どんな力を持ってるのか。最近夢の島の沖にザラタンっていう新しい島ができたらしいわ。夢の島の沖。なんだ、あんまりでかい建物じゃないんだな、この辺。あ、やった、セーブポイントあった、ここにも。早速セーブしちゃったよ。セーブして銀座にもね、来れるようになりましたね、じゃあ。他には何か、あるな。ダウン。なんだここ。いや、ちょっとね、一旦今回はこの辺で終わりにして、次回この辺の探索していきましょうか。なんか新しい場所に来ましたね。悪魔、妖精アプサラスが現れた。
これ仲間にできんじゃない？悪魔を殺して平気なの？このセリフ、あ、待って、これってリメイクだからなのかな？これ女神転生2からこのセリフってあるんですね。の、本当かしら？何か用なの？悪魔を殺して平気なの？そんなおっぱい、おっぱい出してね、言うセリフなんですかね。可愛い顔してるのね。どうかな？303マッカ。やった、あなたと共に戦いましょう。アプサラスが仲間に加わった。待って、レベルどんぐらいなんですかね？そんなに高くないな。レベル13か。あ、メディオ持ってる。ラクカジャも持ってるな。ドワーフいらないや、もう。ドワーフと入れ替えておこう。まあいいや、ちょっとごめんなさい。終わりの終わりでね。想定外のことが起きてしまったんで。うん、この辺で今回はじゃあ終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。